で今ですねそういう無料のサービスの話をしましたけどじゃあ無料のサービスって何でもっと広がらないのかですけどね、えー、ほとんどのですねオフィスとかですね家庭には今ブロードバンドがあってそれを人に貸すっていうのはですね別に待機もったいないいいななととかいうことはあんまり思わないですよね皆さんだって家に、えー、インターネット引いててもですねこうやって昼間いない時は遊んでるわけですよね。で人にネットは貸すのめんどくさいけど無線で貸すんであれば手間もあんまりかかんないよ。 じゃあ何が問題かと,とやっぱりセキュリティなんですね。水、えー、知らずの人にネットワークを貸すとですね、えっ、ー、と一つはそのネットワークがですね、家の例えばプリンターだとか家のファイルサーバーとかがつながったらですね、そこに入られたら困りますから、やっぱりセキュリティ上人に貸すんであればちゃんと分けなきゃいけないっていう問題があります。もう一つはですね、そうやって分けても貸したところでですね、そこからこう ウイルスばらまいたとかですねスパムを送信したとか言うと怒られるのは自分なわけですねあれ違法なコンテンツを送ったとかねえっと貸した人のパソコンがウイルスに感染してウイルスばらまいてるかもしれないんでこの貸す相手が信用できるからといって安心できるわけでもないんですけども、まあ、とにかくそういうリスクがあるんで。 あの見ず知らずの人に、えー、お金をもらわずに貸すっていうのには抵抗があるというのが実際のところです。で実はですね、えー、っと貸すすす方方だけじゃなくてネットワークを借りるるもででねねリスクがあるんです、ねえー、人のネットは借りて使ってたらですねその間に盗聴されたとかね何かこうなりすましされたとか使ってる間に大事なデータ全部見られていつの間にか自分のパソコン乗っ取られたなんてことが 起こったら困りますで気をつけなきゃいけないのはここのこの無線は安心だと思ってつないだらそのアクセスポイントが実は偽基地局だった悪いやつが設置した基地局だったっていうことがあり得るわけですね、えー。この今ここにある基地局が本物の基地局なのかそれとも偽基地局なのかっていうのを識別するのは極めて困難ですよね。例ええば先ほどの、えー、っと WPAPSK であればそのプリシェアードキーを知っている人が設置した基地局だっていう意味で信用できますでも逆にプリシェアードキーを知っている人なら誰でも設置できるわけですねであの 802.1X と呼ばれる ID パスワードを使う認証の場合にはですね相手がこちらの ID パスワードを認識確認するだけじゃなくてこちら側もちゃんとその基地局が本物かっていうのを確認する手順が入っていますだから本当はそこを使うと 双方向でで認証できますただしですねそこ、えー、と実はチェックを完全にしとくとですね時々つながらなくなるんで多くの場合そこのチェックを外して使ってたりするんですねそういう面倒くささもあります、うん、あともう一つですねこれは後でお話ししますけど仮で使ってたらですね後でお前違法コンテンツアップロードしただろうっていうですね、えー、不当な権利をかけられる恐れもあるんですね。いいいやそんななことはないってね、えー、言い張れるかかどうかです 仮想もそうで、まあ、あのもしお金取って貸すんだったらこうお金がちゃんと取れることって必要ですけど、まあ、その辺はですねでもやっぱりです、ね、何か事故が起きたクラッキングとかウイルスとかスパンメールとか掲示板の変な書き込みとか、ねえー、っと著作権違法のコンテンツのアップロードこういうのが起こった時にですね 外から文句を言われるのはそこの基地局ネットワークを持っている人なんですねこれプロバイダー責任制限法の発信者特定責任ってありまして特定できなかったら自分が責任を負わなきゃいけないっていうことなんですねここがまあ問題でこんなめんどくさいのに人にネットワーク貸すんかなっていうことになりますで、えー、っと無線欄のですね、えー、っと認証暗号に関して言うとですね えーまあ、先ほど言いましたステレオス ISSID とかいうのはですねこれは公衆無線欄では使えるかどうか分かんないから役に立たないな Mac アドレスのフィルタリングっていうのは任意に偽装可能だしで公衆でこう何万人の人が使うかもしれないの全部 Mac アドレス登録するなんて不可能でしょで、えっと、WPA の PSK であってもですね全利用者で同じ鍵を使用するんで、えー、例えば二席地局とか簡単に使えてしまうのでほとんどこれは意味がないわけです。 あとですね、えー、と皆さんよくあるこうキャプティブポータル、ね、これマイクロソフトのページから持ってきましたけどほとんどのホ,ホットスポットではキャプティブポータルという制限されたネットワーク接続を使って時間ないんでこれ飛ばしてです、ね、どんなことかというとなんかこう無線につなぐとですねウェブ見ようとしたら全然違う画面に飛ばされます。これは BB モバイルっぽいんですけど 皆さんが普段例えば京都大学のホームページ見ようとしてもこんなページに飛ばされて ID パスワードって入れるって言うんでねで社内から入れるとちゃんと入れると、はい、こういうやり方になってます。えー、っとクライアントの HTTP 要求はすべてプロバイダーのウェブサイトにリダイレクトしてここで事業者の条件の同意とか支払い情報の入力とかを入れてやるんだけどこれで何が問題かというと、えー、ウェブ だけじゃなくていろんなのがですねリダイレクトされて例えばスマートフォンのアプリは HTTP で通信してるんだけどリダイレクトされてもなんかわけわからないんですよねでなんか通信できないっておかしなことになったりしますでその最初の接続ですねこれえー、っと本当は安全のために SSL でやらなきゃいけないんですけどそうすると、えー、証明無理やりリダイレクトしてるので証明書の警告が出てですねなんかこうセキュリティの警告を無視しなければならないのですね ユーザーザうわけですねでさらにそういうセキュリティのチェックをすっ飛ばしてるのでこうやって出てきたこの画面がです、ね、本物なのか、ね、偽物が立てた画面なのか分かんないんですよね。でとりあえずパスワード入れたらです、ね、あの皆さんのパスワードはその時点できれいに盗まれたみたいなことがええパスワードのダッシュが簡単と、ね。で、えー、と一旦認証してつながってしまうとあとはですね Mac アドレスで識別してるだけなので。 あそこからです、ね、マックアドレスを偽装すればセッションハイジャックんかも簡単にできてしまいますあと BB モバイルポイントでいうといまだにですね、まあ、ウェブを使っているとでウェブは一応契約者にだけ公開していることになっているんですけどモバイルポイントウェブって検索したらですねちゃんと Google で教えてくれますからあの隠していることにはなっていないということですねというようなことでですね、まあ、無線ラン n ですねセキュリティさっきも言いましたようにですねこの 利用者がいてですね、基地局を貸した人がいて、ね。で、何か起こった時には、この人の文句が来るわけです。ね、これ、どっちが悪いかね、えー。ここに何か悪い奴がいるかもしれないですね、偽基地局が建てるのね。で、この人が悪い人かもしれないわけですね、えー。この人はこう、それでも僕はやってないって言い張るんだけども。えー、これが本当かどうか、もうわかんないですよね。えー こっちを信じたらこう弁護士さん後で裏切られたと思うかもしれないっていうようなことが起きてしまうわけです。で、えー、っとこういうふうにですね後で絶対にそういうことやってないよっていうことをこう防ぐ技術が必要だっていうことです。あそうね、でさらにですね先ほどのエデュロームのようにこの事業者間ローミングっていう認証するとこと基地局持ってるとこまた別だとここの間でですねこうやり取りするんでさらにこうセキュリティ上の解析が ややここしくななるよとということですでちなみにです、ね、京都大学で使っているですね都ネット方式っていうのはです、ね、これは今から12年前にです、ね、先ほどの,あのウェブしかなかった時代にもうちょっとましな方式やないかということでうちの研究室で考えた方式ですけどこれはこう基地局にはこうウェブキーもなしにアクセスできるんだけどもとにかく外に出ていく時にはこう VPN サーバーを介して出ていきましょうとそうするとここは VPN で暗号化されるし こことここは相互認証するので、ここで悪いことをしようとしてもですね、できないと、えー、あるいはですね、基地局は貸したとしてもですね、この人ができるのは VPN サーバーに対する攻撃だけなので、多分掲示板の書き込みとかウイルスのばらまきはできないので、まあ一応安全だよっていう方式です。まあ未だにこれも京都大学で使ってます。えーっと時間が来たので今日はここまでにしたいと思いますが、何か質問ありますか。よろしいですか。はい。